あれピョンテカレブン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 、どうもコロンです。ということで今のはですね、ポーランド出身のピョンテク選手のチャントでした。かなりかっこいいチャントですね。今日はこのゴールパフォーマンス見れるんでしょうか。ブン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 。あなた一発も打ってないんだからやめては、何一発は打ってんだろ、どう考えても。何の話して、うるせえよ、おめえのが打つの押せんだよ。いや俺の一発目が押せんだよ、あいつが。ブン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 。はい、ということで今回もやっていきましょう。まずは前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。それではコメントを紹介させていただきます。まずは日本のフレンキーデヨング記者からです。何これ、負けすぎじゃない、実はポンピーターやコンピュータードッキリ、次の動画でネタバレ待ってますということです。コンピューターじゃないんです、コンピューターより無能な、コアロンです。続いてセレッソ586記者からのコメントです。イタリアの現地紙はミランの判断を2つに絞られたという、小原の解任かアラユーリの獲得かということです。どちらもございません。続いて加藤めぐみ記者からです。コアロン君なんだかな、ミランの人たちが選手コアロン以外かわいそうじゃないかなということです。早く救ってあげたいです。救います。続いてボール記者からです。この試合にはコアロンの解任を望みインテルを応援するミランサポーターと、インテルの優勝を望みインテルを応援するインテルサポーターが団結しサンシーロに集ったということです。歴史的な日です、ある意味。最後にスインデル9647記者からです。相変わらず守備の崩壊が止まらず勝ちなし全敗、大事なミラノダービーでもやらかした小原、そう、連日のホタルの光の喝采を浴びた小原は試合後のロッカールームで、ふざけんな、アイルランドに帰る、補強させてくれと叫んでいた。ちなみにここまでの得点数は8、失点数はなんと18となっています。ロッカールームでその後イブラヒモビッチにボコボコにされたということです。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。さあということで、ちょっと前回残念なミラノダービー敗戦になってしまいました。今回はちょっとピョンテク選手のゴールなどもチーム総力で戦っていきたいところです。今回はトリノ FC との試合に臨みます。それでは早速試合に行ってみましょう。さあトリノ対ミランの試合がやってきました。セリア初勝利なるのか。ピョンテク選手は、後半から出場を予定しています。そろそろ勝利見たいよ。今日のゲストチームですが13失点、パルマも結構失敗してんな。まだ失点、まだ失点、まだ失点と失敗は間違っちゃうんです。ここの監督は守備についてどう考えているのか、ドナルマ、一度話を聞いてみたいです。さあまずはトリノのフォーメーション、3バックのフォーメーションです。今回の注目選手というのは、ミリクです。はい、爆発力はありますよ。ナポリから来ました。はい、でもフォワードの控えがいません。はい、さあミランのフォーメーションはいつもと変わらないフォーメーションにさせていただきました。今回はピョンテクね、頑張ってほしいね、後半から。あとケイアラ頼むぜ、そろそろイブロコロン頼むよ、君が仕留めてくれよ、ガンパを。いい、ね、さあキックオフです。おし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 、マジ危ね、なんで、鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。やーべ、チャンスにできるか。ソワリを巻いてここからどうするのか。ビールのビールってなんだよ。ディエゴラさん、ドリブルで持ち込んでいます。あべーなんでだよ。まずは落ち着くことが大事です。素晴らしいボレー決まりました。これは止まらないですね。誰もケアしてねえ、あそこ。この角度からも見ましょう。守備崩壊かよ、またいい顔です。行こうぜ行こうぜ。おいおい、もう失点が早すぎんだよ、マジでいちいち。タイソン、いや、なんでタイソン、ちゃ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 、タイソンに切れてないでしょ。いや、今そうとしか思えない。はい、ここで勢いが止まってしまいました。オッケーオッケー。ブライズ・マキュディ、イブラヒモビッチ、うんちゃ、いやー、違う違う、ボン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 、なんで、ちゃちゃちゃ、みんなガンマンになろうよってこと。惜しいなこれ。
今のはどうしてくれそうなチャンスでした監督も怒って当然でしょう。あれ何をしてる中に入れた。あうめ、何かしてきた。あ、やだ、わかんねえよ。カウンターのチャンスが巡ってきた。ミリク。うわ、出ろ出ろ出ろ、これは。オッケー。え、何の絵だ。ミラン、前が。マトゥイディ。硬いディフェンスに攻めあぐねています。まあ違えた。じゃあ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 スキル違えやった。ミラン。オッケー、ダメよ。チャンスを狙います。いやー。オッケー、ナイスよ。マチュイディ。いや。あぶね。アドバンテージが取られていますミラン。とりあえずマチュイディ。マチュイ。マチュイ。セーブです。オッケー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 、いいいいよ。ロングシュートも見事でした。いやーこれ結構いいとこ飛んでるけどな。いいロングシュートでしたがキーパーに阻まれましたね。あの距離からはそうそう入れさせてくれませんね。入れさせてキーパーシーンがぶちこや。ナイスクリア。マトゥイディ、イブラヒモビッチ、ミスった、最悪。奪った、これはカウンターのチャンスです。いやいやいやじゃねえ、そっちのセリフだろ。失いました。いや俺が言ったんだ。え、違う違う違う、危ない危ない。ボールに絡みます。イブラヒモビッチ、ケーキャ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 ー、これはやっちゃったというリプレイにも出ない。オッケーオッケー、ぶち切られるんだイブラに後で。ホラロフ、パスを折り返します。そうよ、よく見ていた。いやー、シモーネ・ベルディ、相手が寄せてきました。はい、トリノですがあまりボールに触れていないようです。要はチームとして守備に重きを置いているんでしょうね。そしてチャンスは確実にものにしているわけですから、その作戦は効果的に機能していると思います。ミリク、チャンスにできるか。シモーネ・ベルディ、ベルディー、どっかね、マジでしまいました。いやちょっとこれで2点差です。簡単ではないですよ。落ち着いて、何の情報が出るわけ。いや意味が分かんねえ。難しいプレーですよこれは。ベルディはフルスかな。ジョー・ゴメス、なんであんな変なとこに動いちゃうんだろうマジで。ああちょっと守備のタスクがきついな。オッケーオッケー、ブンブン、ちょっと、イブラヒモビッチ、やばい、いやパスカットです。惜しい。アタッキングサードに入ってきた。あ、いけない、ないあるだろうこれ。ハカンチャルハノ、あーもう触んなデブ。わあ、頭にやってんじゃん今。邪魔すんなよマジで。もう最悪だろうな。マジでもう守備は無理よこれ。守備できない人なんだもん俺。ボールは美しい放物線も描いてゴールへと吸い込まれました。いやー難しいプレーを簡単そうに決めてきますね。今日のチームの働きは守備の仕方わかんないよマジで俺。おーい。はい。せめて元気にやった。おー、自分練習しても全然止めらんねえぞ。出てしまっています。おい、ガノルグさん、なんで人のせいになんだ。ありがとう、教えてくれて。おい、行こうぜ。マテュイディがボールに絡みます。お前終わってねえ、前半なんだから俺。
マテュイディ、ブン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 、さあ攻撃を作ります。見事なシェアです。ブレーズマテュイディ、ケシエ、やーもうシュートで終われねえからこういうところまた食らうんだよ。ゲームを作るパスが光ります。あ、抜けるの、やべ、いやかなり惜しい。おい、なんで外すんだよ、おもちゃ。おい、子供で痛い。トイザラスキッズは関係ない。コアロンキッズ、決めろよ、マジで今のはおもちゃでも。マジか、決めろよ、あれはさすがに。今日はポジショニングと言いますか、プレーする位置が良くないので。ザザマジか、危ない。チームメイトや先日のあー、蹴っちゃった。スコアは3対0。あいつちょっと懲罰もあるな、俺。まず1点取んないと、この2人の時に行こうぜ。決定機はほんと沈めていこうぜ。折り返せるか、テオ・エルナンデス、体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。チャルハノ、いやー、何の絵だ。くっそ、決まんねえな、マジで。ここでセリエや次節の情報をご覧ください。いやー、危ねえ。ホームチームの次の危ねえ、危ねえ。ここセリアでアウェーチームが次節に対戦する相手はこちら。いや、何何おい、何頑張る、トラオレ。ここはサイドへパスを出します。味方の位置を確認する。いやーねー、このピンチはキーパーが救いました。エレガー、いや、ちょっとそれはやめろよ、マジで。ゴールの枠のもう少し内側に当たっていたら入っていたでしょうね。いやー、そうー、ミラン前が空いている。いや、マジで間違えた。アベ、もったいもし間違えた。アベ大きいな、こいつプレイしてるやつね。あそこ高速クロスだろう、アルツマルの。せっかくトラオレ空いてたのに、もう。なんで外すんの。いや、黄色やいらんな。おい、危険な位置です。緊張感が増してきます。いや、このボールは手的。おい、もう新鮮だろ、俺。このプレーも見事ですが、パスも良かったですね。点がもうどの言い方が本当分かんない。一旦防がれはしたものの、こぼれ球をゴールへと押し込みました。キーパーは、いや、ひどすぎるな、さすがに。試合後の選手たちは、ちょっと行って、ピョンテク頼むよ。行こう、行こうぜ。うってつやってきかないんだよ。シモーネ・ベルディ、これはチャンスだ。スルーパスが味方に。いや、もう無理だろう、これ。こんな近くに。おいおい。いやー、ひどくなってるよ、どんどん。もう節を追うごとに。これで今日2ゴール、最初のゴールが自信になったのでしょうか。ひどすぎるな、マジで。守備が5バックか、これ。おい、ピョンテ決めてくれ、いって。かなり一方的な。小原も頼むよ、いじみしてくれ。ちょっとマジか。コラロフ、よし、打って、外れました。チャンスだったんですがね。ゴール入れるだけじゃ、ケシー。いや、決まらねえ。
さあここでボナベントゥーラとカスティジャゴです。絶対ゼロで終わるのやめようぜ、マジでみんな頼むよ。アンサルディ入れます。コラロフ、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ、シンプルで、おい、叩きつけてもいいし、何でもできるだろう、これ。いや、枠もいかねえか。サイドにスペースが空いている。やべ、めっちゃ疲れてんじゃん。味方の位置を確認する。いやー、ね、ボールをいやー、止まっちゃった。カスティジョ、ボールを運んでいます。はぁー、行けば、ここから狙うのか。いやー、違う、いいカットです。いいひどいよ、0点は。ちょっと1本ぐらい決められないかね、コアラとかコアラとか。失点するの早すぎんだよな、と。でも下で先制取られて終わりなんだよ。カウンター出るしかない、攻めに出るしかないから。8本打ってか1個ぐらい。いやー、勝ちたよ。厳しい試合だったと言えるでしょ。本日の試合どこがいけなかったんでしょうか。全員悪い。もうこのクラブにかかる人全てが悪いです。責任は私にあります。試合の入り方が本当悪いんで持ち直すこともできませんでした。監督である私に全ての責任があります。 AC ビルは得点決められず大差で負けてしまいました。何がいけなかったんでしょうか。もう守備の乱れ、これに尽きるでしょう。俺も受け入れられない、こんな試合は。やる気やめない試合はもう二度と見たくありません。勝ちたいという意欲も情熱も感じられませんでした。全く受け入れられません。今日はラクサルと風が目立っていました。トリオの相手リクエストのこと、彼を順位させてしまったからないでしょう。もうすぐ戻します。すぐレンタルバック、素晴らしい選手です。絶対戻すから、どんな手使っても。代理人でもすぐ指示を出しました。彼のプレーから学べることたくさんあります。グラチオコラテということで、今日の試合を見て、彼が欲しくなりました。もうしのぐの言ってられません。左にもですね、スピードがある選手欲しいので、もう落されてすぐ戻すことになりました。トリノの皆さん申し訳ない、戻します。それでは、順位を見ていきましょう。あの名門が20位、危機的状況です。全世界のミラノサポーターの皆さん、僕に力を貸してください。フィオレンティーナと試合です。次絶対勝つ。全世界ミラノサポーター集まってくれ。もう負けたら絶対カブトムシ食います。さよなら。うっ、あっ、あっ、あっ、午前中か、これって。小原バン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 、さよなら。老害な男が戦う動画、ぶち切れる姿が見れる。おいおいおい。